ーこのホーム側、加賀谷を捕まえました。残り1周ブルーフラッグ、先頭は中村に変わっています。加賀谷が2番手の位置、さあ若井が3番手からどこまで迫ることができるか。最後のコーナーに向かっています。2番手は3番の加賀谷武明、若井智和が最終コーナー際どく迫ってまいりますが、どうやらここまで中村が優勝戦一番乗り。先頭は8番の永井、シリーズ3勝目がもう目前となっています。2番手は小林瑞希、3番手が佐藤孝也、体勢はほぼ固まりました。今最後のコーナーをクリアしました。8番の永井大輔、1番人気に応えています。今トップでチェッカーを受けました。ゴールイン、残り1周回です。鈴木一郎2番手に上がっています。先頭は大木光であります。大木は先頭だ。鈴木一郎さあ並びかけている。まだまだ余力は十分だ。ゴール前は並ぶような体勢になるのか。さあ切り返しの体勢から大きに並ぶ鈴木一郎、並んだ並んだ、切り返しの体勢から、さあトップを狙って木村が先頭に上がる。木村武史が先頭に立ちました。さあ2番手争い、優勝戦圏内をめぐる攻防戦。青山がさあ決死の覚悟で最終コーナー飛び込もうとしている。入ってまいりました最終コーナー。2番手青山、3番手に高橋、青島がその後ろであります。まもなくチェッカーアタック、勝ったのは木村武史。川口大友も2021年度で70歳になりました。歴史ある大会 G1 開設70周年記念グランプリ、伝統の一戦もいよいよ結びの一番を迎えます。節目の大会で勝利を収めるのは果たしてどの選手か。1番大木光、2番小林瑞希、3番加賀谷武明、4番木村武史、5番中村雅人、6番永井大輔、7番鈴木圭一郎、8番青山周平の8人です。伝統の地元 G1 競争、地元の牙城を守るか。大木、小林瑞希、加賀谷武明、中村雅人、永井大輔というところが地元メンバーです。もちろん人気を集めたのは現在のオート界2トップの青山周平、鈴木圭一郎、さらには割って入るか永井大輔。外枠勢が人気、ただ混迷を極める優勝戦線、発走は間もなくです。スタートまで10秒前、グランプリレース優勝戦の発走でございます。人気が割れに割れました。5秒を切ります。解説70周年記念グランプリレース12レース優勝戦スタートしました。内側から大木、小林瑞希、好スタート。小林瑞希がここは1周1コーナー先手を取りました。さらには加賀谷が続けるかどうか。くるっと小回りは大きくなります。相当からかましてくるのは青山周平、4番手争いからの競争になりました。先頭は2番の小林瑞希、小林の主導権になりました。2番手は大木、そして加賀谷武明。さあ加賀谷が初の G1 制覇に向けまして2周1コーナー
ナーで2番手に上がっていきました。2番の小林瑞希は主導権を握っています。さあ全国ナンバーワン青山周平の動きはどうか。この3コーナーで大きを捉えて3番手に上がってきています。先頭は2番の小林瑞希、2番手赤谷武明、そして3番手に8番青山周平が上がりました。道中で1番の大きを捉えた8番青山周平が地元勢にくさびを打つのか。現在3番手の位置、差がなく4番の木村武史が続いています。足色では青山周平以上のものが4番の木村にあります。さあ青山大丈夫なんでしょうか。さあ先頭争いはここで2番の小林を捉えました。3番の加賀谷、1コーナーで加賀谷武明が先頭に立っています。先頭は加賀谷武明、小林瑞希はもう1回仕掛けられるかどうか。3コーナーの突っ込み、さあタイが並ぶ、地元勢が競っている。木村が待って差しの構えか。ホームスレッジ側ではさあ仕掛けの応酬になっています。先頭争いは仕掛けの応酬だ。3番の加賀谷が先頭に立っています。陰突進のシーソーゲームになっています。さあ2番の小林瑞希やり返す、待っている4番の木村に道が開いた。開いた4コーナーの立ち上がり、残りは3周回であります。小林が先頭だ。3番の加賀谷、4番の木村が並ぶ格好だ。さあ加賀谷が力ずくで抑えていきまして2番手の位置、先頭は2番の小林瑞希、2番手は3番の加賀谷武明、壮絶なる首位攻防戦となりました。さあまだまだ諦めない、 G1 優勝への執念であります。3番の加賀谷、外からまくっていく4番の木村、現在2番手争いであります。先頭は小林瑞希、小林が先頭だ。2番手は3番の加賀谷武明、明けっぷりよく、さあ木村の強烈なまくり、やや限界値を超えまして流れました。残り1周ブルーフラッグ、先頭は小林瑞希であります。2020年のムーンライトチャンピオンカップ以来の G1 制覇が見えてくるのか。3番手から木村が狙って最終コーナーに向かっています。さあ捨て身のまくり、加賀谷武明、最終コーナー3台並んでいる、並んでいる、わずかに小林、わずかに小林瑞希、ガッツポーズが出ました。自身2回目の G1 制覇はここ地元の舞台でありました。小林、加賀谷武明との壮絶なデッドヒートを制しました。小林瑞希、貪欲に勝利の2文字を一切妥協なく追い詰めた結果、8周回の70周年記念グランプリを制覇しました。2着争いは加賀谷と木村接戦ゴール、勝ったのは地元2番の小林瑞希、通算2回目のグレードレース制覇、通算6回目の優勝となりました。青山周平、鈴木圭一郎、人気の2人は敗れる波乱の優勝戦となりましたが、地元を節目の大会にふさわしい地元選手の優勝となったようです。以上12レース実況でお伝えしてまいりました。川口32期小林瑞希選手、やったぜ、生の声が届いたでしょうか。やったぜという声聞こえました。いやすごい優勝戦でしたね。すごかったです。トップスターと切っても逃げ切りなんて簡単なものではなかったですね。お知らせいたします。1着2番、2着3番、3着4番以上でございました。はい、各選手の祝福を受けてますね、選手仲間からの。本当ですね。いや小林選手、この後ウィニングラン、そして表彰式はクローズドスタイルで行われますが、中継をご覧の皆様にも場内にも大型モニターを通してファンの皆さんにご視聴いただく予定。あ、イメージがあるなっちゃん地元選手が優勝したということで駆けつけてくれました。ねえ、ボールチェッカーの向こうの方で振ってたんですけど急いで来てくれました、ね、はるばると。はい、いや小林選手、いやこれはね、すごいレースでしたから。すごかったですね。木村武史選手も絡んで、小林、加賀谷、木村という3選手のこの入り乱れての首位攻防戦は、今までの G1 解説記念の中でもね、トップ3に入るレースだったと言えるんじゃないでしょうかね。すごい入れ替わり立ち替わりで、いや加賀谷選手の気持ちも伝わってくる、そんな8周回でしたね。さあこれから小林瑞希選手のウィニングランとなります。これがムーンライトチャンピオンカップに続いて自身2回目の G1 制覇、地元のグレードレースは初制覇ということになります。はい、いや昨年グレードレースでね、ちょっと小林選手一旦先頭に上がりながらも悔しいレースもありましたから、まあ、そういう意味ではね、また気持ちも人一倍強かったかもしれませんね。特に今回チャンスと言えるようないい動きしてましたから、
まあ、そういう意味ではそのチャンスをしっかりとものにした小林選手、今ゆっくりゆっくりウイニングランを行っています。解説板橋さん、小林選手の走りご覧いただいていかがでした？はい、いやー本当気合が入ってましたね。加賀谷選手に、ね、抜かれてもまた抜き返す、そしてなんとか自分が先頭にないゴールしようっていう、すごい気迫を感じましたよね。そうですね、いやいいレースですね。いや本当にいいレースでしたね。木村選手 もう3番手で、ああいう時は、ね、結構得てしてチャンスが到来することが多いんですが、そうなんですよね。でも木村選手も待ってないで仕掛けていってましたからね。そうですよね、もうちょっと最後の方はタイヤが限界値を超えているのか、いやいや滑りを感じていたでしょう ね。意外だったのは青山選手が、ポジションは決して悪くはなかったと思うんですけど、1、2、3番手ぐらいまで行ってましたよね。はい、はい、ただそこから伸びあぐねた、やっぱり優勝戦青山選手も鈴木圭一郎選手も人気がそこまで集中しなかったというものを物語る、そんな内容でしたね。青山選手が着外になるっていうのは本当に確率でいうと相当低いんですけど、そうですね、見たことないですよね。一番後ろにつけていても3着には入ったりしますもんね。はい、G1 開設記念、これで2018年以降5年連続で2号車が優勝ということになりました。小林瑞稀選手確かにすみません。瑞稀選手ムーンライトチャンピオンカップでも2号車しかも10オープンだったんですよね。なのですごくいいイメージ持っていたかもしれないですね。そうかもしれませんね。で今回はね地元バンクですから、はい、やっぱり喜びもひとしおでしょうね。そうですね、ちなみにおととい31歳のお誕生日迎えていて、嬉しいこと重なってますね。明るい味噌汁になりそうですね。ただいまよりサンケイスポーツ杯 G1 開設70周年記念グランプリレース優勝選手表彰式を行います。優勝した川口の小林瑞稀選手の入場です。小林瑞稀選手おめでとうございます。見事スタート決めて一着ゴールしました。早速優勝しました小林瑞稀選手に喜びの声を伺っていきます。はい、まずは地元 G1 初制覇です。今のお気持ちお聞かせください。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、もうレース後もやったぜという声が聞こえましたね。はい、はい、もう思わず出たす。はい、 G1 はこれで2度目の優勝となりました。はい、はい、多くのファンの皆さんが喜んでいると思います。そうだと嬉しいです。はい、さあ、このレース振り返っていきます。試走は 3.29 でした。手応えはいかがでしたか？エンジンは連日良かったんで、はい、手応えはありました。はい、レーススタートをですね、2枠からもう渾身のスタートを決めていきましたけれども、どんな思いで切ったんでしょうか？もう昨日がすごく切れたんで、とりあえずもう自分の 100% で切れればいいなっていう気持ちで切りました。はい、さあそして道中は加賀谷選手と抜きつ抜かれつの激しい争いでしたけれども、はい、走っていていかがでしたか？いやもう、はい、無我夢中で走りました。道中はこう込み上げてくる思いとかはありましたか？いやもうとにかく一生懸命だったんで、特にそこまで何かを考えてるっていう感じはなかったです。もう心の中はもう無我夢中だったんですね。もう、はい、もう集中できてたと思います。後半は木村武史選手も迫っていましたが、気づいていましたか？いやもうそれどころじゃなかったです。もう自分で走るのでいっぱいいっぱいで。わかりました。さあそして見事一着でゴール線を切った瞬間はいかがでしたか？いやもう地元の記念っていうのを自分の人生の中で一つ大きな目標にしていたんで、それを達成できてすごく嬉しいです。はい、さあそして地元で川口でのウイニングランはいかがでしたでしょうか？いつも応援してくれる人たちとかも、川口のファンの人が、ずっと残ってくれて、嬉しかったです。はい、さあ改めて今節5日間振り返って、どんな一節となりましたか？車の状態がずっと安定してくれてたんで、人間が一生懸命集中して頑張ろうと思って5日間過ごせたと思います。はい、
さあそして2月21日にお誕生日迎えましたけれども、はい、はい、まあ、今年新たな1年となりますけれども、どんな年にしたいですか？去年の誕生日のレースが8着だったんで、もう今年は最高な開催になりました。はい、本当に見事な優勝でした。おめでとうございます。ありがとうございます。小林瑞希選手にお話を伺いました。瑞希選手はそのままお待ちください。はい、引き続き、はい、ということで喜びの声を聞きいただきました。いや、小林瑞希選手のね、やっぱり親しい友人などもたくさん来ていたということですよね、はい、で最後まで遅くまで残ってくださっていたと、はい、いうことです。それでは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年の G1 開設記念表彰式はクローズドスタイルでの実施となっています。どうぞ皆さんご了承いただきたいと思います。さあ表彰式、平島夏美さん、なっちゃんから花束贈呈です。おめでとうございます。やっぱりなっちゃんもね、家具長とイメージがあるという立場ですから、まあ、地元選手にこう花束を渡せる、祝福できるというのは喜びもひとしおでしょうね。いつも本当に地元選手頑張ってほしいって言ってますもんね。板松さんも G1 制覇何度もされてますよね。いやいや、何度もしてないですがね。してるじゃないですか。何度もしてますよね。はい、はい、そういうことで、はい、どうですか、 G1 勝った時って、ね、特に地元はあります？地元は G1 は2回ぐらいあります。はい、地元で G1 勝った時っていうのはどんなお気持ちですか？やはり地元で勝つってのはすごい嬉しいですね、うん、そしてファンの人もいっぱいいましたからね、本当にこう勝ったってこう実感湧きますよね。おめでとうございます。おいくつぐらいの時ですか？そうですね、僕は20歳前後の時じゃなかったですかね。ちょっと前ですね。そうですね、ついこの間ですね。いやでも、いや本当そのやっぱり G1 の重みというのは、うん、私もね、堀井さんも全くわからない、うん、私たちには絶対感じることができない、うん、感情が選手にはあると思うんですよね、はい、もうとにかく5日間、まあ大体 G1 は5日開催でやりますけど、5日間本当緊張しっぱなしですからね、はい、そこで勝てるっていうのはほっとして嬉しいですよね。やっぱりもちろんSG 当時の特別戦、板場さんが現役の頃はもちろん特別な存在だったと思うんですけど、地元の開設記念というのもやっぱり思いは強かったですか？そうですね、やはり地元となるとやはり よその、ね、遠征選手に負けられないって気持ちが、ね、出てきますからね。そういう意味ではやっぱり小林瑞希選手も優勝戦、これ5人、ね、地元勢が乗ってる中で、はい、遠征選手には渡せない、ね、というところは思いもあったでしょうね、うん、はい、はい、賞金ボードを掲げる小林瑞希選手です。まあ、伊勢崎のムーンライトチャンピオンカップを優勝した時は初めての G1 制覇で、またその喜びもあったでしょうけども、地元の G1 制覇、また違った感情がね、板橋さん芽生えるでしょうね。そうですね、そう、これからどんどんね自信つけてね、科学士もね代表になるぐらいまで行ってほしいですけどね。そうですね、まだまだ小林選手も発展途上で、はい、21日に31歳になったばかりですよね。そうですね。さあこれからプレス撮影ということになります。当然明日の、ね、新聞紙面にこの小林瑞希選手の姿が載るわけなんですけどもね、うん、また板橋さん、あのデッドヒートを制して優勝したというのも価値ありますよね、はい、あれはありますね。一人でポツンと逃げて勝ったんじゃなくて、抜きつ抜かれつしてね、最後にゴール一着でゴールできるっていうのはね、すごい嬉しいですよね、うん、片や加賀谷選手の胸中は相当悔しいでしょうね。そうですね、加賀谷選手準優勝がこれで4回目となったんですね、この G1 開設記念。なんかこの優勝戦に関しては優勝者2人にしてあげたいぐらいの内容ですよね、そうですよね、本当に賞金分けてやった方がいいかもしれません。そうですね、まあ、そんなこと言うと小林選手に怒られてしまいますけどね。そこ勝ち抜いた小林選手、素晴らしいですね。素晴らしい。まあ、木村選手もやっぱりこう3番手で走っていて、小林選手や加賀谷選手の優勝への気持ち、うん、情熱、うん、そういうものがおそらく伝わってきてたでしょうね。走っててね、感じたでしょうね、うん、ありがとうございます。
まあ、その気持ちがないとあんなにこう矢継ぎ早でね仕掛けることは体勢作ってとかないですもんね。抜かれた直後にまた抜き返す、また抜かれてまた抜き返してと、あれ何回繰り返されたのかなと、ね、そんなことを繰り返しているうちに後ろの選手が来るかなと思ったら、そうもならず小林選手が先頭ゴール切って、結構スピードもあったんですよね。だから、はい、そう、あれだけ抜きつ抜かれつをして3号5出てるんですもんね、はい、普通やっぱり板橋さん、はい、抜きつ抜かれつをするとペースが下がるっていうのが一般的ですよね。抜かれないようにちょっと締め出したりもしますからね、はいはい、ただペースが落ちることなく、まあとにかく2人のスピードが速かったと、そうですね、いうことが言えるんでしょうね、はい、いや 3.355、 いやこれもしね何事もなく逃げたらどのぐらいのタイムが出たんだろうと思う。本当です ね、 ね、まあでも青山周平選手、鈴木圭一郎選手、ちょっと今回戦に関しましては仕上がり面でもう一つだったところかもしれませんね。さあ記念撮影がちょうど今終わったところですね。表彰式の様子をご覧いただいています。小林瑞希選手通算6回目の優勝ゴール、 G1 競争は2020年のムーンライトチャンピオンカップに続いて2回目の優勝ということになりました。さあ視聴者の皆さんに改めて一言です。お願いします。本当に日頃から応援してくれてる、ファンの皆さんの応援のおかげで、地元の G1 で、最高の結果を残すことができました。これからも、一層一層、大事にやる気元気みずきで、真剣勝負していくので、次の節からも熱い応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。見事地元の G1 を制しました小林瑞希選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。